軍服務中の韓国アイドルグループシャイニー・テミンが、補充役に編入されたことが分かった。所属事務所 SM エンタテインメントが14日、公式発表した。以下、事務所が発表した公式文の全文。SM エンタテインメントです。テミンは2022年1月14日より国防部勤務支援団軍楽隊から補充役に編入されました。テミンは以前からうつ病、パニック障害の症状が見られ、軍服務中も持続的に治療やカウンセリングを受けていましたが、最近症状が悪化し、軍生活と治療の並行が不可能と軍が判断。措置に従い、補充役に編入されました。これにより、テミンは社会服務要員として国防の義務を果たす予定です。突然の知らせで心配をおかけしたことをお詫びし、当社は今後もテミンが治療に専念して安定を保てるように最善を尽くしてまいります。ありがとうございます。クナ君側、オヒジュンの契約終了による脱退とチョン・インソンの28入隊を同時発表。テミン、軍楽隊から補充役に。うつ症状とパニック障害など健康状態が悪化。俳優ヒョンビン&ソン・イェジン、チェジュ島での目撃談が今になって話題。昨年夏、二人からサインをもらったというネットユーザーがそのサインを公開。投稿者は昨年7月、ヒョンビンがよく訪れるチェジュ島のペンションにソン・イェジンを連れてきたと明かす。